コンピュータグラフィックスにおけるサンプルまたは標本とはあるピクセルに割り当てられた単一チャンネル分の標本化された情報である。故障はシステムによって異なり、オープングルやグディ、ディレクテックス、クオーツ 2D ではこれはコンポーネントまたは成分と呼ばれ、サンプルがピクセル単位など一揃いの色情報を指し示す場合もある。数十四ビット RGB の 三つのサンプルからなるピクセルフォーマットを例示する。この図例では赤は9ビット、緑は7ビット、青は8ビットを占めており、ピクセルあたり合計24ビットの情報量となっている。このピクセルフォーマット例はあくまで解説用であり、実際は8、8、8の配分の方が一般的であるが、このように各サンプルのビット長は当分でない場合もある。例えば、 16ビット RGB では軌道に最も影響する緑の品質を優先して5、6、5の配分が使われたりもする。また、16ビット RGB で5、5、5に配分された場合の余分の1ビットなど、どのサンプルにも属しない未使用領域を伴う場合もある。ピクセルに含まれるサンプル数も様々であり、例えばゲーバー期空間ではピクセルあたり4つのサンプルを含む。 YUV 色空間では隣接する複数ピクセルの情報をまとめるマクロピクセルの概念が利用され、例えば4、2、2に配分された YUV では2ピクセル分のマクロピクセルに起動2つと UV 色差1つずつの合計4つのサンプルを含み色差情報が両をピクセルで共有されたりもする。フレームバッファの内容といった画像とディスプレイのチャンネル構成が一致する場面であれば 各サンプルは液晶ディスプレイなどのサブピクセルとも対応関係を持つであろう。ありがとうございます。